はい、うどんタクシーのじゅんさんです。この前、中野うどん学校で作ったこのうどんの生地を使って今日は料理をしたいと思います。いい感じに熟成されてます。では開けます。はい、こんな感じです。あ、結構弾力がありそう。じゃあこれを伸ばしていきます。ちょっとまず平らに伸ばしやすくします。はい、じゃあ真ん中に麺棒を置いて上に、これを巻いて伸ばしていきます。よいしょ。だいぶ四角になります。厚さもちょっと厚いところがあるんですけど、ちょっといい感じなんで、これで折ります。はい、じゃあ切っていきます。太いかな、細いかな。こんな感じです。ちょっと短い。入れました。こんな感じ。はい、じゃあこれを今から入れます。お湯を沸かしながら、今日はかき揚げをしようと思います。かぼちゃと人参とピーマンとあと玉ねぎを入れました。で、これを米粉で揚げます。これを適当に入れて、
お水を入れます。ちょっとこれ自分流なんで本当のかき揚げの作り方はわかんないですけど、私はいつもこうやって作ってます。じゃあこんな感じで、ではお湯が沸いてきたのでおうどん入れます。はい、タイマーをどれぐらいだろう、とりあえず10分にしました。あ、すごい麺が美味しそう。170度でいきます。じゃあかき揚げもしていこうと思います。もう浮き上がってきました。美味しそう。引き上げできました。まだいっぱいあるのでどんどん開けていきます。うどんが茹で上がったので、今日はぶっかけで食べようと思うので、ちょっとこれ洗います。かき揚げ完成。はい、完成しました。私が中野うどん学校で売ったうどんの麺と野菜のかき揚げできました。見えます？で、釜田醤油のぶっかけだしを、ぶっかけ醤油をかけます。もう美味しそう。では、いただきまーす。どうかな、麺。まあまあ細く切れたんじゃないかなと思うんですけど。
あ、結構コシがある。うまくできている。うん、おいしい。家にある野菜だけで作ったんですけど、おいしい。はい、ごちそうさまでした。中野うどん学校でうどん打ちを改めて、うどんタクシーのドライバーとして、初心に帰るつもりでうどん打ちを学んで、家に持ち帰って熟成をさせて、今日もう一回伸ばして、切って湯がいて、でちょうど家に野菜がいっぱいあったのでかき揚げと合わせて食べたんですけども、やっぱり自分で作ったおうどんは美味しいなと思いました。またこれからも、お家の方でうどんは作っていきたいなと思います。ごちそうさまでした。